ファクンド・フェデリコ・アレル・マルティ・アレーナは、ウルグアイ・コロニア県コロニア・デル・サクラメント出身のプロサッカー選手。トルネオ・ウルグアージョ・コパ・コカ・コーラのクラブ・プラサデ・デポルテス、コロニアに所属している。ポジションは MF。2013から14シーズン途中に、当時セグンダ・ディビシオン・プロフェッショナルで戦っていた、クラブ・プラサデ・デポルテス・コロニアのトップチームに昇格し、2014年4月20日の ロチャ FC 戦でプロデビュー。2015から16シーズンにトップリーグに昇格。2017年3月20日のアイエスドアメリカ戦でプロ初ゴールを決めた。2018年にローン遺跡でナショナルモンテビデオに加入したもののリーグ戦不出場に終わり、翌2019年シーズンに古巣に復帰。同年シーズンは リーグ戦30試合出場で自己最多の6ゴールを決めた。2017年の南米ユース選手権に U-20 のウルグアイ代表として出場し、優勝を経験。2017FIFAU-20 ワールドカップのメンバーにも選出。しかし、グループリーグ第一戦のイタリア戦で前半30分で負傷し、大会終了を余儀なくされた。二千二十年には二千二十年。 東京オリンピック出場権をかけて U-23 代表でプレーしている。ありがとうございます。